どうも、オナです。私はですね、今成田空港の第2ターミナルに来ております。今回なんですけれども、成田空港に来たら国際線と思いきやですね、国内線でこちらから名古屋にセントレアに向かう予定でございますけれども、プライオリティパスね、成田空港で使える場所が増えたということで、今回はねラウンジも増えてるんですけれども、ラウンジではなくてですね、ナインアワーズってですね、宿泊施設がですね、成田空港の第2ターミナルあるんですけども、そこがですね連携したということですね。早速なんですけども利用してみようかと思っております。このナインアワーズなんですけど、過去にもね泊まって動画で実はかなり前なんですけども紹介したことありますけれども、その久々の訪問でございます。どこにあるのかなっていう感じなんですけれども、ちょっとまずは暑いので中に入ってみましょうか。はい、今2階に登ってまいりましたが、ここにありましたね、はい、吉野家とかあるですね、この2階でございますけれども、もうすぐそこにこの9アワーズあるということで、これはどういうふうに見ればいいのかな、23番です。じゃあもうこっから抜けたところですね、23番。じゃあちょっと行ってみましょう。これですね、カプセルホテルが、はい、目印でございます。書いてる書いてる、ここね、はい、プライオリティパスとは書いてないですけれども対応ということで、ちょっとこっち行こう。ここからまたさらに下がるんです。結構ね奥の方にあって、多分利用をしようと思う人以外はなかなかたどり着かないような成田空港のところですね。だんだん思い出してきた。成田空港こんな中庭的なとこもあって、結構ね今はまあ暑いんですけれども、職員の方々ここでねご飯食べてたりとかたまにいますね。じゃあこっちまたさらに下がります。実際今時間が時間、チェックアウトの時間で多分かなり掃除されていると思うんですけども、こちらがプライオリティパスを使えるようになっているということで、ちょっとねあれですけども、後ろにありますねプライオリティパスのね あれがということで、じゃあ今から早速行ってみましょう。搭乗券がこちらになります。紙じゃなくてもいいと思います、プライオリティパスはこちらになります。楽天プレミアムカードのやつでございまして、アメックスプロパーのだからアメックスプラチナとかアメックスゴールドについてくるプライオリティパスは今回対象外ということなので、レストランと一緒で対象外なので気をつけてください。なので、楽天プレミアムカードのやっぱりプライオリティパスが最強ですね。 MFG のアメックスとかセゾンのアメックスはあれはプロパーではないんだ、アメックスのね、それは連携のやつは OK です、はい、ということで、じゃあこれでいきましょう。こちらプライオリティパスのアプリですけれども、ここのラウンジにはないんですけれども、これが新しくかかったですね、イッサISS スーパーラウンジここですとか、あれですけれども、この休憩ですね、はい、こちらがプライオリティパスが加わったってやつです。カプセルホテルです、はい、行けるはずです。じゃあ行ってみましょう。多分水とかないんで買っとくかな、お茶。ANA ペイで行きましょう。ANA ペイでごめんできない。
残高切れだ。じゃあ完璧です。これで休めるはずです。行きましょう。あ、すいません、こんにちは。プライオリティパスで利用したいんですけども。仮眠のご利用でしょうか、シャワーのご利用でしょうか。あ、仮眠です。仮眠で、はい、あと45分出発になります、ね。はい、あ、はい、お願いします。こちらのご利用は初めてでしょうか。あ、昔1回あるんですけども、はい、ご説明どうされますか。あ、じゃあ簡単にしてもらっていいですか。はい、16時50分までが無料の。あ、わかりました。ありがとうございます。こちら過ぎますと、そちら過ぎ、はい、ました分の料金発生いたします。はい、了解です。わかりました。外出される場合、一度鍵をフロントに預けて。わかりました、了解です。外出すると効果になります。はい、了解です。耳栓は使わますか。あ、使わないです。はい、仮眠の場合ってシャワーを使ってもいいんですか。シャワーもご利用いただきます。あ、大丈夫なんですね。あ、はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。男性が誰もいないですね。無事チェックインできました。すごい。荷物はここに預けましょう。懐かしい。ここはシャワーですね。ではここから中です。今からですね、カプセルホテルの中に行こうかと思います。というのを、すごいですね、カプセルホテルってね、ちょっとテンション上がりますよね。ここがですね、まあ、5時間ね、今回なら無料になるということでございます。まあ、5時間だと通常だと3500円、休憩という形でかかるんですけれども、それがまあ無料になると、ね、いうことですごいですよね。うん、ただね、24時間いつでもいいっていうわけではなくて、日中午前9時から8時までなら OK ということで、到着は不可で出発のみ可能ということです。それでもし夜ね、こちらのナインアワーズに泊まりたいっていう場合は3400円引きになります。それでシャワーだけの利用っていうのもできるみたいですね。非常にお得です。ちょっとね、条件は細かいんですけれども、お得なのは間違いないです。皆さん、動画はですね、楽しく見ていただいておりますでしょうか。実はですね、私はですね、リアルタイムはですね、北海道に来ておりまして、8月もね、終わりということで、皆さんやり残したことはないですか。学生の皆さんは宿題やりましたか。ちょっと寂しいなっていう感じで、まあ、ここからね、秋になってもう本当あっという間って感じなんですけれども、またね、この動画もですね、後日アップしようと思ってますので、楽しみにしていただければなというふうに思っておりますけれども、まあ、今回はですね、いつもお世話になっております NordVPN、 はい、こちらをですね、簡単にちょっとご紹介させていただければなというふうに思っております。もうすごい来るのかと思っております。今回も私ね、夏もですね、いろいろ旅行行きまして、まあ、NordVPN を使わせてもらってます。皆さんね、普段なんか iPhone 使ってる方は分かると思うんですけども、今週は何時間 iPhone 触りましたよみたいなレポートって来ないですか。まあ、設定オフにしてる方は来ないかもしれないですけども、私はね、結構それ見てね、いつも驚くんですけど、8時間とか出てくるんですよね。まあ、8時間睡眠してるとなると、起きてる時間が16時間、その半分をね、スマートフォン触ってるんだなって、恐ろしいなって。まあね、こういった仕事っていうところもあったりするんですけども、もうちょっとね、減らせないかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、それぐらいだから、まあ、私の場合、こうインターネット依存してるわけですよね。だからね、そういった時にこうね、誰かにこう盗み取られたりとか、まあ、私の場合、まあ、こう空港のフリー Wi-Fi つないだりとかね、ホテルの Wi-Fi つないだりとか、そういったことも多いんですけども、海外も含めてね、そういった時にはですね、こうリスクっていうのも生じますので、ぜひ、まあ、安全に、まあ、インターネットするためにも NordVPN を接続するような、ね、ことをですね、皆さんにもしていただきたいなっていうふうに思います。枕とかマットレスの営業ではないですけども、3分の1の期間は皆さん寝てるから、こういい枕に、いいマットレスした方がいいって言いますけども、 VPN も私の場合ですけども、3分の1はインターネットしてるんで、安全にやりましょうっていうですね、まあ、売り込みでございます。まあ、詳しくはね、概要欄にリンク貼っておりますので、2年プランと、あと無料期間も今4ヶ月ついておりますので、それがお得に私のクーポンコードありますんで、それを使っていただいて、ぜひ皆さんも申し込みしてください。あと他にもいろいろプランがありまして、こうパスワードを管理してくれるアプリ
であったりですとか、あとはこう自分のね使ってるパスワードがねこうダークウェブに流れてないかみたいな。ちなみに私が今までよく使ってたパスワードはね、それで検索結果出ましたみたいな感じになってたんで、もう速攻変えて今はですね、まあ、あのパスワードっていうところもしっかり管理してるということなんで、本当にね不正利用とかね、なりすましとかね、経験ない方はねピンとこないかもしれないですけども、意外とあるんで、たまに私の友人でもね、急にこうアカウントが乗っ取られてサングラスが 90% オフで買えますみたいな、そのサングラスはまあ偽物なんですけども、なんかそんな感じでですね乗っ取られたりとかしてる人もいるんでね、ぜひそこら辺もですねしっかりしていただいて、まあ、インターネットね楽しんでもらえたらなというふうに思っておるんで、ぜひ NordVPN2 年プランお得なプランで用意しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいということですね。引き続きですね、私もですねいろいろ、まあ、北海道は満喫しましたんで、いろいろね旅していこうと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。まあ、また本編戻ってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうぞ。部屋の中入りました。というわけで、ということでこんな感じでパジャマもありまして、歯ブラシも、ね、あります。でタオルもありますと感じですね。じゃあ着替えましょう。もうせっかくなんで、ね、めちゃめちゃ仮眠しようと思いまして、外は今歩くだけでは暑いんで、あと飛行機で、ね、到着した時はやっぱり長距離のフライトがあったとはですね、そうお風呂入りたいって方もいらっしゃると思うんです。そういった時は便利ですよね。ただ先ほど言った通り、到着便使えないらしいんです。ちょっとだから到着便こそ使えたいんですけど、なんか残念ながらできないですよね。まあ、レストランとかはね到着便でも使える場合はあるんですけど、ここはなんか残念ながらツイッターに詳しく書いてたんですけど、9アワーズの対象外ということでし、まあ、乗り継ぎ便が、まあ、ある方も多いと思うんで、ここから多分国内線に乗り換えて沖縄行ったりですとか、まあ、新潟とかね北海道とか新千歳とか伊丹とかもねありますけれども、長距離の乗り継ぎあるときは次の搭乗券もありますのでね、使えることができるという感じでございます。シャワーも浴びて、まあ、歯も磨いて、今回別にそこまでね浴びる必要もなかったんですけど、まあでもちょっと仮眠はしようと思ってますので浴びましたけども、やっぱりさっぱりしますね。ありがたい、これが無料なんでね。ちょっとさっぱりして、またカプセルの中でパソコンをちょっとします、仕事もします。ネットも早くてすごく快適です。それではまあね、前結構まあ連日ねこうハードワークだったということで、ちょっと仮眠をしようかと思います。ということで皆さんおやすみなさいませ。はい。ほとんど人はいないですね、だから仮眠はね全然できると思います。空いてる。
あ、チェックアウトお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。よし、ということで無事チェックアウトしました。すごく快適でしたここにホステル、あ、ここいいですね。でもね、9アワーズね、使ってみましたけれども、いやいいっすよ。ということで、ぜひ皆さんもね利用していただきたいんですけれども、先ほどからね言ってる通りですね、まあ、結構縛りが多くてね、ちょうどねチェックアウトする時もね、横の方が日本人の方でプライオリティパス使おうとしてるみたいで、多分到着、話の内容を聞き限りは多分到着の時にちょっと仮眠しようかなみたいな感じで利用してたしようとしてるみたいで、ね、ちょっとこう、あ、そうなんですかみたいな感じになってましたね。うん、ということで、やっぱり到着便は使えないということで、まあ、どっちかというと出発より到着の方がね需要があるような気がしますけどもね、今後ルール変更がねあるかもしれないんですけどもね、出発便しか使えないということで、まあ、それでまあ出発便でね需要があるのはやっぱり早朝とかねだと思うんですけど、残念ながらね逆に早朝とかねは使うことができないということで、午前9時から午後6時の間の、まあ、5時間だけということで、ちょっとそこだけはね注意していただきたいです。まあ、それで宿泊だとね3400円分の割引をね、まあ、してくれるということで、大体今日とかだとさっきちょっと見てみたんですけれども6200円とかになってたんで、うん、ここから多分3400円引きになりますので、大体3000円ぐらいでまあ何アワーズ、まあこう一泊できるっていうイメージですね。まあ一泊3000円ならかなり安いと思うんでね、まあそういった形でですね利用するっていうのはありですね。全泊何アワーズで3000円でして、早朝の、まあ、ピーチとか、まあ、もちろん海外便の使うことができるので早朝便使うとかね、そういった感じで使うのがいいんじゃないかなっていうふうにね、まあ、思ってたりもいたしております。こういう活用法いいよみたいななんかあれば教えてくださいませ。では私はですね今からフライトがもうなんだかんだ言ってねすごいゆっくりしてて、フライトが16時45分のもう1時間後だの国内線、しかもターミナル違うんだな、ちょっと早く行かないといけない、ちょっと移動しましょうということで、ターミナル移動もねそういったような感じであったりするという感じです。ピーチのとこですね。こんな感じで、まあほとんどピーチですけれども、まあ、一部私が乗るやつは16時45分の名古屋、はい、プライオリティパスの、まあ、日本の聖地とも言えるでしょう、はい、ということで伊丹行きとかもありますけれども、はい、今回は、ね、中部に向かいます。この ANA アライバルラウンジは全然最近は使ってないですね。ちょっとここも、まあ、今日はちょっと時間がないので行きましょう。無事ね、荷物検査も終えてるという感じで間に合いましたね。結構混んでてびっくりしたというのもですね、ピーチもねこっちを使ってるんで、ピーチのお客さんがかなりいらっしゃってて、普段は結構ね便数も多くなく穏やかな成田空港国内線の出発エリアと思ってましたけども、すごいことになってます。はい、今回はまあね、まあ、ほとんどねこう海外から乗り継ぎで愛知周辺にお住まいの方々が利用する便だと思いますけど、私は、はい、国内線だけ利用させていただきます。9アワーズも使えて、さらに到着の時も、ね、使えますからね。でプライオリティパスの話です。めちゃめちゃいいっすよね。というわけでじゃあちょっと楽しみです。あちらで着いたら食事をしましょう。ありがとうございます。どうぞバスで行くね。優先搭乗もない、そんなにメリットない。久々です。あれ座れたら十分か。
指示に従い行動してください。暑い中ありがとうございます。この時期はジュニアパイロットとかね、お子さんが乗ってるのも結構いらっしゃったりとかしますね。夏休みだなって感じです。まあ、この動画はちょっと夏休みからしばらく経った後にアップしてるかもしれないですけど、行ってまいります。名古屋到着しました。無事ですね、プライオリティパスの聖地ともいえですね、セントレアにやってまいりました。ということで最後はね、もうここでも到着便でもセントレアね利用することができるので、またあれですけども温泉お風呂入って、じゃあ味噌煮込みうどんでも食べましょうか。もちろんプライオリティパスがあれば無料でございます。そう、こちらと B セットございます。どちらにされますか、ね、あ、じゃあ A セットでお願いします。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、こちらまずタオルと脱衣所のロッカーの鍵になります。はい、でこちらは今の食券代わりになりますので、はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。じゃあまずはお風呂でまいります。またやってまいりました。じゃあ行きましょう。あ、すいません、こちらお願いします。はい、じゃあ A か B どちらに。 A でお願いします。飲み物はどうされますか。あ、飲み物はウーロン茶ってありますか。はい、ウーロン茶、 A のウーロン茶。1番でお呼びします。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、味噌煮込み食べる気満々だったんですけれども、まあ、前回と違う方が面白いかなと思いまして、はい、今回はどっちか選べるんですよね。味噌煮込みかビビンパセット冷麺と、ということでこっちにしてみました。すごいねこれ、まあ、私はちょっとウーロン茶にしたんですけれども、ビールもコーラもいいんで、はい、ということで、はい、本当にもうセントレアやっぱりまあね、ナインアワーズ宿泊できるのはいいんですけども、シャワーですからね、まあ、シャワーあるだけありがたいんですけども、大浴場あるのはやっぱセントリアいいですね、空港にね。それでまあこんな感じでワンフライト飛べば宿泊もできて食事もできて大浴場でもゆっくりできてって感じで、
毎回言うけどプライオリティパスタ大丈夫って感じですね。じゃあいただきます。美味しいです、やっぱりプライオリティパス使っている方は結構いらっしゃいますね。今日の晩ご飯です。なんか足りないなと思ったらこれ出てなかった。こっちじゃん。じゃあ全部入れちゃいましょう。関空のねポテ順もいいですけど、このエントリアは他にもねハンバーガー、ステーキも、ね、食べれますし、あの第2ターミナルの方行けばフライトオブドリームスあれですので、うん、あの関空のポテ順もいいですけども、やっぱ負けちゃいますね、うん、セントリアはいいっすね。じゃあちょっと冷麺も行かしちゃいます。行っちゃいます。これね、無料はね、やばいね、本当にね、うん、あのだんだんね、プライオリティさんも日本に注力してるらしく、うん、まあ、なんかこうプライオリティパスってもともとね、あのラウンジが使えるみたいなコンセプトから、まあ、こんな感じで体験みたいな、ね、あの9 hours の今回の、ね、くつろぎどころも、ね、体験という形になりますけど、うん、なんかちょっと違う方向に向かってますけど、まあ、でも全然3400円分はすごすぎる本当に、うん、ということでビビンパステットも非常に美味しいです。次回来るまでも味噌煮込み食べたいな、うん、うまい味噌煮込みね。いただきます。お腹も空いてたんで良かったです、はい、晩ご飯今18時45分なんで晩ご飯です。よし、ということで良かったです。先ほども言った通り、あの、ね、あの第2ターミナルの方に行けば、あの実はもう一個連携しているところがありまして、ハンバーガー、ステーキなどが食べれるんですけれども、まあちょっともうお腹はキャパシティオーバーなんでこれぐらいにしておこうと思います。前回食べましたけどね。ということでね、すごくあの気持ちいいですね、セントレアでございますけれども、いやーね、こんな感じで9 hours ね、成田空港も新しく加わりまして、また成田空港、まあ、国際線利用するときにそうラウンジもね、あの新しく加わったっていうことですね。ちょっとまだそこはね行けてないんでね、どんな感じかっていうところはですね、ぜひまた後でレポートしようか、あの後日レポートしようかなというふうに思ってるんですけども、あのどんどんですね、あのプライオリティパスの価値がですね、あの高まっておりますので、あのぜひ楽天プレミアムカードで無制限カードが年会費1万円であの もらえますんで、あの皆さんぜひ海外これから行こうとされる方はね、まあ、海外じゃなくてもセントレア関空ナインアワーズとかね、あの国内線 LCC でも全然いいんでね、あのぜひですね、あのちょっとゲットしていろいろちょっと使ってみませんか。まあ、ちょっと怖いのがこう前回も多分言ったと思うんですけど、韓国とかだとね、あのプライオリティパスって大体無制限っていうのがなくてね、あの年何回まで、6回までとか10回までとかね、そういった感じで買う、ね、あの回数制限があるんですよね。日本でね配ってるねプライオリティパスはね無制限のものはほとんどなんですけども、ちょっとなんかあまりにも使いすぎたらね、あのなんか日本のねプライオリティパスもあのそんな感じで制限がねちょっと入ってきそうだなってちょっと怖かったりするんですけど、まあ現状としましてはあの大丈夫なんで、ぜひまああの皆さんプライオリティパスであの優雅なね旅をしましょう。こんな感じで、ね、あの今回で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。Good.